皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは信頼関係を築く3つの方法プラスアルファとはというテーマでお届けいたします。営業マンとして大切なことは初対面でお客様に安心していただき信頼関係を築くことです。口で言うのは簡単ですが、営業を経験したことのない人はちんぷんかんぷんだと思います。そもそも初めて会った人と信頼関係を築くだなんて、何をしたらいいのかわからないでしょう。実はこれには様々なテクニックがあります。例えばペーシングと呼ばれるテクニックです。ペーシングとは相手の話し方や呼吸など、相手のリズムやペースに合わせることを言います。話すスピードや声の調子、声の大きさ、高い低い、そしてリズムのことです。その他にも感情の起伏、明るさや暗さなども合わせます。このように相手のペースに合わせていくと、相手は安心すると同時に一体感が出てきます。あまり意識している人はいないでしょうが、営業では非常に大切なことです。次にバックトラッキングと呼ばれるテクニックもあります。これはオウム返しのことで、相手の言ったことを繰り返して返すことを言います。バックトラッキングの効果は、相手の話をちゃんと聞いていることを示すことです。例えば相手がバナナを1本食べましたと言えば、そうですか、バナナを1本食べたんですね、と繰り返します。今日の本物の商売を目指すポイントです。バックトラッキングは相手の話を要約して返すのが一番簡単な方法ですが、さらに効果的なポイントとしては、相手が感情表現をしたとき、それを繰り返すことです。例えば、相手がとても楽しかったんです、と感情を言葉にしたら、とても楽しかったんですね、とバックトラッキングすると効果的だということです。そして最後はミラーリングと呼ばれるテクニックです。ミラーリングは相手のボディーランゲージを真似することです。具体的には姿勢、座り方、身振り、手振り、表情などです。相手が悲しい表情をしたら、こちらも悲しい表情をします。これもバックトラッキング同様、相手の話をちゃんと理解している印象を与えることができます。このように、ペーシング、バックトラッキング、ミラーリングという3つのテクニックが、相手との信頼関係を築くのに有効だと言われています。さて、これと似たようなことが見た目にも言えます。例えば、あなたは営業マンです。長髪、髭面、ジーンズ姿で営業していたら、一般的な企業であれば違和感を覚えるはずです。営業マンであればスーツ姿が一般的だからです。しかし、長髪、髭面、ジーンズ姿で仕事をするのが当たり前の業界営業するのでしたら、何ら違和感を抱くことはないでしょう。むしろスーツ姿の営業マンよりも短時間で信頼関係を築くことができるかもしれません。以前、ある印刷会社の営業部長がこんなことを言っていました。ある工場へ営業に行ったそうですが、なかなか話を聞いてもらえませんでした。理由は、スーツにネクタイ姿だったから、なんとなく敷居が高そうなイメージがあったんだそうです。工場で働く人は普段作業着を着ているので、なんとなく親しみを持てなかったようです。そこでこの営業部長は上着だけでも作業服を着用して再び工場に営業に行きました。するとスーツ姿の時よりも随分と好印象を与えることができて話を聞いてもらえたそうです。先ほど紹介したペーシング、バックトラッキング、ミラーリングのように相手に合わせることは服装やビジュアルにも言えるようです。服装を変えるだけで親しみを持ってもらえたり、話を聞いてもらえる場合があるということを肝に銘じてください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いいたします。
そしてこちらにですね、秋内はカドカドチャンネルの登録のバナーが出てるかと思いますので、こちらをクリックして登録の方もよろしくお願いいたします。